生きる意味っていうのとある派ですかない派ですか、人生に、はいはい、人生に意味はあると思いますよ、はいはいはい、やっぱそのなんつうんですかね、たけし、ビートたけしが言ってたんですけど、はい、人は生まれて生きて死ぬ、うん、それだけで大したもんだっつってて、はい、まあ本当そうだなっていうのもある、うんうん、で、まあ、それだけで俺は本当意味あるなっていうのはあるし、はい、ただやっぱその人によって考え方とか、はい、その願望とかもあるんで、うん、そこによってやっぱその人によって意味が違ってくるのかなって思いますね。じゃあ風雅さん的にはその、うん、自分の人生にはどういう意味があるっていう考えがあるんですか。うん、やっぱりその人の心を動かしたいっていう願望が強くて、なるほど、そのために何をするか、はい、何を残すかっていうのをやっぱ考えて生きてますね。じゃあなんかその人にメッセージを伝えることが人生の使命みたいな、うん、あ、なるほどね、それが生きる意味なのかなって、うんうん、自分にとっては、はいはいはい、なるほど。魂の存在はある派ですか、はいはい、ない派ですか。それも難しいですよね俺でもあると思う、うんうんうん、なんかその魂ってやっぱ目に見えないから、はい、わかんないけど、うん、その他人がその覚えてる限りは、うん、あるって思ってて、うんうんうん、でもしでもなんかそのこっからちょっと霊的な感じになっちゃうけど、はいはいはい、覚えてなくてもなんかそのものとか作品とかを通じて、うん、なんか魂ってつながっていくのかなっていうのは、あ、なるほど、うん、つながって輪っかになるというか、はいはいはい、うん、やっぱ輪廻転生じゃないけど、はいはいはい、なんかそう時代は繰り返すみたいなこともあると思うし、うん、結局はなんかいずれまた転生して、はい、同じ人生とか、うん、まあ、同じ性格の人がいて、うん、違った人生を送ってるのかなとか、はいはいはい、ちょっと難しいけどなぜメッセージを伝えるんですか。メッセージを伝える理由っていうのもやっぱり、うん、やっぱ人の心を動かしたいっていうのがやっぱ強いですよね。なんか自分がその影響を受けたのを人に返したいっていうか、うん、はいはいはい、なんかね、まあ、例えばブルーハーツとか長渕剛とか俺ずっと好きで聞いてたんですけど、はいはい、もうその時になんか落ち込んだ時とかそういうの聞けば、うん、なんか元気出て前向けるみたいな気持ちがあったんで、うん、なるほど、まあ、自分もそれを知らない人とかにやれたらいいなって、うん、なるほど、うん、そっか、そのやっぱり自分が感動してしたものをまた別に人に与えていきたい、うん、そうそうそう、それエンターテインメントの真髄の部分ですよね。やっぱすごいとか、うん、面白いとか、うん、なんか引き寄せられるとか、はい、泣けるとか、うん、やっぱ人の心を動かすというか、そう、やっぱそれがエンターテインメントじゃないのかな、うん、見てて何にも感じなかったら全然やっぱりエンターテインメントじゃないので、そうですね、そうですね、でいくらラップの技術があっても、うん、人は感動しなかったらそれはもうエンターテインメントじゃないと、そう、そういう感じですね、なるほどね、だ受け手にもよるというか、うん、そうですね、まあ、うまくマッチしないとね、そうそうそう、うん、まあ、好き嫌いっていうのはあると思うっていう、はい、うんうん、なるほど。にターティ君はその人生の意味とかってあると思ってます。僕はもともと人生は意味はない派だったんですよ。うん、っていうのはその、まあ、大きい地球あるじゃないですか、はいはい、生物生きてるじゃないですか、はいはい、でその生物たちみんなに意味があるのって言ったら、まあ、多分自然のことじゃないですか、うん、だか人間は知能が発達してるがゆえにそういう無駄なことを考えてしまってるだけだと思ったんですよ、うん、でも最近ちょっとここ3年ぐらいでちょっとそれが変わって、うん、最近です、うん、やっぱなんかその意味があるんじゃないかなって思う、うん、っていうのはなんかその
人間それぞれに興味持つことが違うじゃないですか、うん、でなんか僕、まあ、ラップもともと好きでやってたんですけど、うん、なんか別になんかもうやんなくてもいいって思ってる時ですら、うん、なんか周りの環境がそのラップをさせようと僕をしているような、うん、なんか環境になっていくんですよ、うん、でもこれも俺にラップしろって言われてるんだなみたいなのをすごいそこで感じて、だから今なんか僕が好きだからやってるっていう次元でやってないというか、なんかもうやるために生まれてきたぐらいな感じがあって、はいはい、そうなんでだからもう本当に、まあ、これ使わないかもしれないですけど、その伝えたいメッセージとかがあるとか、うん、そういうのがもう今そんななくて、うん、もうとにかくもう僕っていう媒体はもうラップするものだから、うん、それをやることによってその自分が生きてることが証明されていくというか、うん、なんかそういう感じですね、はい、うん、なんか悩みを抱えたりとか、そのつまずき、人生でつまずきがあるからこそ、うん、なんで生きてんだろうみたいな疑問が浮かぶと思うんですよ、はい、でもそれって全ての人間がそれを思うことじゃないと思うし、うん、そのでもその時点でそれなんで人生があるんだろうとか意味とかを考えること自体がもうその何だろう、選ばれてるというか、うん、それ考えるイコール答えを出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、でそれを行動しなきゃいけないわけだから、うん、まあ、それが人間なのかなって思うね、うん、だから動物って起きて、うん、食って寝て、うん、変なのそれだけじゃない、うん、繁殖してそうですね、うん、まあ、でも逆に言ったら環境があれだから、うん、そうなのかも、はい、それだけかもしれなくて、はい、なんかすごいアスレチックとか、はい、遊ぶ環境を自然が与えたら、はい、ひょっとしたらなんかもっと別のアスリート系の生まれるかもしれない、はいはい、かけっことかしだしたりして、うん、まあそうです ね、 ね、どっちが多く狩るとか、うん、動物もまあ遊ぶ時間とかもあるかもしれないです、うん、人間のなんていうんですかね、うん、その持て余した時間というか、うんうん、なんか便利になってるから、うんうん、食事だけではなく、うん、他のことプラスアルファを考えるのかなって、うんうん、それが人間として生まれたがゆえの面白さでもあるのかなと思いますよね。ただなんか狩りをしてご飯を食べるっていう簡単なことがすごく複雑じゃないですか、人間って。お金を稼いでそのお金を払ってそれで食料を得て、しかも調理までするじゃないですか、火を使って。すごいなんか一つのことをやることがすごい複雑ですよね、人間っていうの。だから人生、うん、意味があるのかなって。なるほど、うんうん、もうだから普通に生活してるだけでさ、その人と関わるし、うん、関わってないとしてもどっかでやっぱつながってることはあるじゃないですか、うん、お金払ってっていうのもあるし、うん、関わる人ってもう必ず自分に対してのメッセージだと思ってるんですよ。なんかこう例えば、はい、神様がいて、うん、ロールプレイングゲームを作ったとしたら、はい、その自分が主人公だとしたら、うん、そのクエストをクリアするために登場人物がたくさんいるじゃないですか、うん、でその人たちから情報収集して、はいはい、クエストをクリアするじゃないですか、はいはい、なんかそれに近いのかなと。うん、そうで、その作った人ってその主人公からしたら見えないじゃないですか、はい、そうだからそれで魂はその主人公のこの体の媒体のプレイヤーで、うん、っていうなんか次元なのかなみたいな、うんうん、つまり魂はある。あ、僕は魂はあるです、うん、それはその人がその肉体がなくなったとしても。そうですね、なんかこれあのさっきお話に出た輪廻転生の話で仏教の考え方になんですけど、はい、
魂を完成させると成仏するらしいんですよ。でその魂、未完成な魂を完成させるために輪廻転生があって、いろんな経験値を得てどんどん魂を成長させることで最終的に成仏するっていうのが、はい、あの仏教の考え方で、で僕はそれが結構なんか信じてるところがあって、その人生ですごい辛い時ってなんかそのもう早く人生終われよって思うじゃないですか。でも終わっても終わらないっていうことにそこで気づいたんですよ。これどうせまた繰り返してまたやらなきゃいけないんだと思った時に、もうだったらもう早くこの魂を完成させられるように、もう今生きてる間に経験値いっぱい積んで、なるべく成長させた状態で続きにパトンと渡さないと一生終われないと思って、だからなんかいろんな自分の思ったことをチャレンジしてた方がいいのかなっていうふうに思いましたね。なんかじゃあゴールとかって、ゴールはもう輪廻転生しないことがゴールですね。成仏じゃあ生き切るっていう感じ、生き切る、そうですね。じゃあまあそう、それからゴールか、そこがゴールじゃないですかね、はいはい、うん、いいと思うんですね。じゃあまあ、簡単に言うと、まあ、捉え方は違うかもしれないけど、うん、一生現役みたいな感じですね。それは俺も思うと思う、うん、いやかなり仏教の考え方に偏ってますけど、うん、だから悟りを開いてそこでおしまいとかじゃなくて、はい、って俺は思ってて、はいはいはい、もし、まあ、悟ったとしてもまた何かしらのハードルというか、うん、そういうのを見つけるのかなって思うから、はいはいはい、うん、生きてる限りゴールないのかなって思う、うん、いや本当そうですね、うん、なんかもう何歳になってもチャレンジできますもんね、はい、そう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 、うん、チャレンジする余白があるってことはもうまだまだってことなんですね、まだやることあると、はいはい、うん、ね、すごいですよね、うん、なんかいろんな状況の人がいて、うん、なんか寝たきりの人でもなんか勇気を与えてくれる人もいるし、うん、ね、その生きる姿というか、はいはい、そのもう生き絶え絶えなんだけど、うん、必死で生きるっていうだけでも人の心を動かせることがあるというか、うん、まあ、その人のそれまでの人生とかもあるかもしれないけど、うん、ね、あ、そうですね、はい、